と寝てて、今日さっき12時半に配信終わったじゃないですか。でその後ガン寝してて普通にもう6時になってて、えって思って引いた。めっちゃ意図おかしやね、それな。そう、ガン寝してました。やばい、ショールーム始めますって言ってない。え、本当だって記憶ないもん、私さっきの配信終わってからもう全てが。多分寝てたんだと思う、普通にずっと。うん、マジで。だから同じ服だよ。うん、やばい、めっちゃ鼻かみたい。ちょっと鼻かんできていいですか？どうぞ。だってどうも皆さん、配信も夢じゃない。だって、え、夢かも、寝すぎでしょって。え、マジでめっちゃ寝てた、記憶がない。記憶ない。そうだから、あーっと思って、てかめっちゃ暑いんですけど。はい、で今日は夜ご飯の時間です。今日は私が私の大好物の肉のオクラとアスパラ巻きをお母さんが作ってくれました。じゃーん、これはサイゼリヤの辛味チキン、めっちゃ美味しいんですよ。ちょっと辛味チキンも食べたくて持ってきた。うん、だから私マジで食べて寝てたんですけど、そうなので食べます。さっきも食べたんですけど、これオクラの肉巻き、いただきます。うん、おいしい。めっちゃ美味しい。でも本当美味しいんです。オクラ。うんうん。うんうん。美味しそうだって。美味しい、めっちゃ。アスパラってもっと持って帰ればよかった。これアスパラ、うん、うん、おいしいです。
どんなお味ですかって来た。美味しいお味です。美味しい。てかやばい、食べ終わり、もっと持って帰ればよかった。これサイゼリアの辛味チキン、うん、うん、今サイズで見てましたって。うん、じゃあ辛味チキンお揃いにしましょう。うん、飲んでるところは隠して食べてるところ見えるのはいいとかは意味がわからんです。うん、飲むところってさ、めっちゃ上向くやん。だから美味しい。うん、8位内おめでとうございますだって。お、ありがとうございます。毎日昼がドキドキになりますね。てか愛子さんのライブを応募してたんですけど今日当落だったんです。寝てたらメール来てて落ちました。残念残念です。残念すぎうん、明日はエイトの日の当落怖いだって。うん、明日は僕らの番だね。ぜひみんなも楽しみにしていてください。うん、てかほんとマジで寝てたんですけどずっと。ウケる。ほんと私12時半に配信して何してたんだろう。YouTube も見てない。マジでずっと寝てた。うん、うん、皆さん25日はサマステに出ます。26だった、間違えた26でした。皆さんぜひ来てください。もうチケットは終わってますね。まさかこっち出ると思わないよねみんな。配信あるみたいやから見るねだって。見てね。うん、
ラ好きで、すか、オクラめっちゃ好き。オクラ大好き。え、てか待って、もうなくなっちゃったんだけど、涙。実家のご飯羨ましすぎだって。イエイ。うん。うん。うん。終わったらまた食べます。食べない。炭水化物ですよね、白米って。うん。ご機嫌うるわしゅう。いやー、3週目集めてきます。いってらっしゃい。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでランキング5位になれたので、で毎日お昼ドキドキですけど、うん、明日明後日は結構配信のペースが作れるんですよ、自分で。でも21とかから多分もう仕事が満載なので、今私の夏休みです。あ、今日と明日が。そう、このイベント長いんですよ。そう、2週間ぐらいあって、うん、星ですかってきた。星です。イエイ。コロナに気をつけて、みんなも気をつけてください。ね、今めっちゃ爆流行りですからね。今からハンバーガー食べに行く。いいな。うん、うん、羨ましい。ハンバーグ食べたい。だっていいね。サマステ755でサマステ25日って言っちゃった。26日ってみんな知ってた。お、15分経過。ありがとう。代理、普段料理するだって。え、どっちだと思う？
めっちゃ自炊してそうだって。おお。するしない。しないです。うん。全くしないですね。今日を朝ごはんにカップラーメン食べようかなと思って。それが久しぶりの自炊になるかもと思ったけど作んなかった。うん。卵焼きは作れます。でもわかんない、もうずっと作ってないから作り方忘れちゃったよ。代理さん顔だけは AKB で一番好きです。嬉しいけどよくわかんない。なんか前もいなかった、その人顔だけは好きみたいな、前もいた気がする。なんかめっちゃセミの BGM 聞こえる。セミなのかなこれ。首刺されたのだって違うの、めっちゃ痒いの今。多分寝てる時にさ汗かいて、蚊じゃないこれ。治ります、すぐ。熱い運動だって。え、それ何号、それ何号どすこい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 。熱い。うん。エリちゃんのメイク配信見たいだって。見たい？本当ですか？え、でも、うん、まあでも多分ネタに尽きたらやると思うし、うん、星投げ3周失敗したごめんなさいだって。え、むずいよね。え、頑張ってくれてありがとうございます。でも星投げ3周とか頑張ってくださって、僕は SMS 認証しなくて今までのチャラになって泣きそうです。涙だねそれは。泣かないでください。今から SMM 認証してください。
つい他の配信見ちゃうから3週投げまじまずい、ね、それなみんなね配信面白いの知ってるもんね。お話し会申し込みました。だってありがとう。 APEX やってる配信希望いいけどマジ下手なんで。てか APEX やっても映せないじゃないですか。マジ下手なんでやばいですよ。報告だけで何が起こってるか実況しようだって。てか前この前エペやったんですよ。エペやったらなんかボイチャしてたんですよ。その2人3人チームで戦うんですけど、2人がボイチャしててめっちゃ声聞こえてでグルやんと思って、私めっちゃ下手なのにその2人がグルでやったら、エリ絶対にヘマしたら絶対にクソがみたいな下手だとかって言われるなと思ってめっちゃ怖くてボイチャ切った。聞こえないようにしました。もう音量をゼロにして、聞こえる音量をゼロにして、もう傷つかないように、うん、ゼロにしました。そうだからめっちゃ言われてたかも。YouTube で実況とか見る？だって見ます見ます。おだっさん VS ファンのゲームないかな。だってなんだろう、マリカ、ミンハヤ、マリカ、ミンハヤ、フィルムカメラどうしてる？飾ってる。いやなんか撮るものないフィルムカメラで、なんか一枚一枚大事じゃんフィルムって。なのでなんか撮ろうと思うと責任重大すぎて、うん、だから妹と遊んだ時に使います。私は24仙台に行って26サマステで28がカラーズ。うん。
無になってた。ちょっと無になってた今。なので皆さんそちらも楽しみにしていてください。次の配信は何時だっけ。次の配信は何時だ。次は9時だ。次は9時です。次の配信は9時で、次の配信の捨て星は何時何分だ。うん、次は8時15分に捨て星で、45分前だからね。はい、捨て星ないよ。だって捨て星むずい。では皆さんまた9時からの配信も見てください。ではおランキング読みます。いきます。13位ウッシー、12位アイナ、11位フェアリー、10位チャーアット群マニア、9位テイテイ、8位プロスペクト、7位イセッチ、6位タニタニ、5位マーアットオダシ、4位ミヤちゃん、3位東京のスワン、2位クマティ、そして1位は2323です。イエーイ、ありがとうございます。うん、お疲れ様です。皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。またやるんですけどね。次は21時から。次の私はどんな格好で出てくるのでしょうかね。お風呂入りたいと思います。とりあえず皆さんも休みながらぜひ配信見てください。もう寝ません。マジ寝まくったんで。ではでは星集めときます。ありがとう。じゃあまた後で。バイバーイ。